みんなの予想検討会夕刊フジスペシャルでございます。さあ、とうとうやってまいりました、夕刊フジ賞オーシャンステークス。まあね、私たちにとって夕刊フジ、あ、申し遅れました、夕刊フジの森田です。夕刊フジ宇都宮です。クリシャワです。まあ、私たちにとってね、どうしても当てたい社長なんでね、G1 級なんでね、はい、まあ、気合い、予想に気合いは入るんですけど、はい、なかなかね、難解なレースで狙いどころもたくさんあるんで、まあ、ここで当ててボーナスアップといけるかどうか注目した人なんですけども、ね、はい、それではまず宇都宮記者からよろしくお願いします。あ、私はですね、はい、本命が、まあ、メラグラーナといきたいところなんですけどもね、はい、メラグラーナやっぱりこの夕刊フジ賞は一番人気がほぼね勝たないレースという2着以下、1着だったら10年前ですかね、そういうレースだということでちょっとひねってみまして、グラビッシモですね。その心は、いや、この馬、まあ、その連投なんですけど、まあ、連投というのはさておきましてですね、最近非常にその競馬でそのアンラッキーといいますか、例えば前走でもそのすごい手応えで直線を向いたんですけれども、直線入り口で両馬に挟まれてしまって一旦後退するフリーと。この前のレースはね、太めでしたりとかね、あと、まあ、馬場が合わなかったりですとか、でも本領発揮してるレースがすごく少ないんですよね、最近。ですが、その、まあ、10オープンを最後に勝った時ですか、57.5 キロで非常に強い勝ち方でしたし、あと最近ちょっと1400メートルでね、ちょっと引っかかるようなレースも前走なんかしてますんでね、1200メートルになって、ちょっと姉妹浮かす競馬した方がよろしいかなと思いました。あともう一つ、連投なんですけれども、夕刊フジ賞、実はこの、10年間で一番人気が1勝の割に連投が2勝してるんですよね。ありましたね。そうなんですよ。まあ、それはね、感動馬でね、連投、まあね、連投だったかもしれないですけど、まあ、このままも連投の、連投じゃなくて連投の夕刊フジということで。オレンジ色の、オレンジはその通りです。オレンジだったんですね。おー、いいです。はい、思った。はい、では次は宇治山記者です。すみません、僕は、3番のブレイブスマッシュが本命ということで、去年のね、ファルコンステークスを使った時の内容がね、非常に良かったんで、まあ、以前からね、スプリント戦をね、使ってくれないかなと思って期待してたんですけれども、まあ、ようやくね、矛先を向けてきたということで、ここにそうはね、ちょっとね、手応えの割に追ってから弾けきれないということで、やっぱりその馬体もね、かなりがっちりしてきて、スプリント路線にね、いよいよ馬もシフトしてきたんじゃないかということでね、関係者のね、もうこの路線で、期待したいということだったんで、横山ジョッキーにもね、僕も今週取材したんですけどね、やはりそのやっとその適距離に使えるというのも、そのやっぱりまあ元々、ね、適距離で短い距離の馬で体ががっしりしなかったからだと思うんですよね。やっとこのがっしりしたんでこの厳しいレース使えるところだと思うんで、結構気合入ってましたね。横山乗り騎手の新原点はね、過去にブラックホークをスプリンターズステークス使った方がいいという進言して見事に勝ったというね、過去にもそういう実績がありますからね。しかもね、土曜日のノリさんのね、はい、三男のたけし君がね、ちょうどデビューなんでね、はい、もうちょっと怖いところありますよね。勝負強さ発揮してくれそう、だんだん自信が湧いてまいりました。人の怖いでしたね。そんなにもそうなかった、はい、では最後なんですけれども、はい、私は、メラグラーナからいきます。まあね、ここ2戦、ちょっと前走のラビスラビスステークスで中山2戦目だったんですけども、まあ、見事抜け出して解消しまして、結構ね、中山はもともと小回りトリッキーなコースで直線に急坂があるというコースではあるんですけども、そこでね、2戦2勝とパーフェクト、まあ、一度負けてないんで、まあ、小回りコースに対応できるセンスを備えた上で直線の急坂をしのげる瞬発力もあると、まあ、この馬が私はまず夕刊フジ賞に勝ってくるんじゃないかと思っております。でまた注目したいのが、管理している、ね、池添学内調教師は開業3年目なんですけども、まあ、新進気鋭のトレーナーで、この馬でね、開業初勝利を挙げたんですよ、メラグラーナで、そういう思い入れのある馬で受賞初制覇、まあ、厩舎ともね、厩舎力もつけてるんで、まあ、この馬から狙いたいですね。ちょっとで馬券としては3連単で手広くいきたいと思っております。はい、でですね、夕刊フジ賞オーシャンステークス当日はイベントもあります。はい、はい、中山競馬場ですね、お昼休みにですね、ウィナーズサークルの方で、今回スペシャルゲストで TIM のレッド吉田さん、はい、ゴルゴ松本さんを招きまして、コラムでおなじみの、はい、うん、プラス私も出るんですけど、予想の検討会、はい、まあ、喧嘩ですね、喧嘩したいと思ってます。
ぜひご来場ください。よろしくお願いいたします。あとは夕刊フジを購入してくださった皆様には抽選会などもありますので、まあ、一日楽しんでいただけたらと考えております。それでは夕刊フジショーサンステークス、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。